山嵐チャンネル。どうも、チーム山嵐の F生です。今回も映画作品紹介をさせていただきます。自分が見てすごく面白い作品だなと思ったので紹介させていただきます。映画のタイトルはシェフ三つ星フードトラック始めましたです。こちらの作品は2014年アメリカの作品となっております。ストーリーのあらすじとしては、一流レストランの料理人である主人公カール・キャスパーはですね、若い時から実力がありヘッドハンティングをされるような人物でした。そんな彼は地元に根付いたレストランの料理長を務めていましたが、ある評論家が来ることでオーナーと揉めて、自分としての料理ではないものを評論家に出すことになってしまいます。そこから評論家が SNS でカールを批判し、それに激怒したカールはオーナーと揉めてですね、店を辞めることになってしまいます。そして、これからどうするかを考えている時に、元奥さん、息子、そこで出会った料理からですね、フードトラックでキューバサンドを作り移動販売をすることにしました。そして移動販売をして旅をしていくにつれ、息子や元奥さん、そして仲間、自分のやりたかったことや人生を見つめ直したり、そしてこの先どうするのかというのを深く考えていき、そしてその先に何が待っているのかというお話になっていきます。この映画はですね、見ていてすごく面白い作品だなと思ったんですが、もうこの作品はすごくシンプルで、主人公が負け犬になってしまって、その負け犬になった主人公が何とかしてやるということで一大決心をして、フードトラックをやってですね、なんとか周りを見返してやろうというような話なんですけど、その中に例えば元奥さんとですね、今までどうだったのかっていうのを考え直したりとか、で今まで自分は息子に対してちゃんと接することができたのか、料理以外でこの子に何かやれることあったんだろうかっていうのを考え直したりですね、さらにですね、もともと働いてたレストランの仲間がですね、レストランを辞めて、自分のところに来てくれたというようなこととかですね、いろいろ重なって自分の人生を見つめ直したりとかですね、自分が本当にやりたかったことっていうのは、これだったのかなっていうのを考えてですね、このフードトラックで旅をしていくという感じです。そしてですね、最初評論家が SNS でこの主人公のカールを批判するんですけれども、またですね、ちょっと皮肉なところで、この SNS がカールをどん底に突き落としたんですが、またこのカールを救ってくれたのも SNS だったというところですね。このお話はですね、キューバサンド以外にもですね、まあ、いろんな各地の食べ物なんかも出てきたりします。そしてなおかつこのシェフが主人公というところで料理をするようなシーンがたくさん出てきます。なので、まあ、単純ではありますが、料理好きの人なんか見ていただいても、そういう部分でも面白いかなと思います。そしてですね、このフードトラックがですね、 SNS で、まあ、一躍有名になって、いろいろカール自身のですね、自分の周りには自分を理解してくれる人が少ないとか、自分を本当に助けてくれる人はいないみたいな状況だったんですけど、またこの SNS で、周りが自分を認めてくれて、なおかつ、自分を助けてくれる人たちがこんなにもいるというのを再確認させてくれたというのがですね、まあ、皮肉でもあり、なおかつ面白い部分かなと思います。そしてですね、最後このフードトラックで旅をしていく一番最後に、カール、元奥さん、息子、この3人がたどり着く場所というのがどこなのかというのをですね、楽しみにしながら見ていただければなと思います。とにかくこの作品すごく面白い作品なんで、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは今回ご紹介した作品、シェフ三つ星フードトラック始めましたでした。それでは